コンデシュル・レスコーは、フランス、オード・フランス地域圏、ノール圏のコミューン。バランシェンヌの北東1 2トルに位置する。リールとは5 1トル、ベルギーの首都ブリュッセルとは9 0トル、パリとは2 3 9キロメートル離れている。コミューン面積の北側は、ベルギー国境と接している。エーヌ川とエスコー川の合流地点にある。コンダとは、合流地点を意味する。 ケルト語コンダットから来ている。地名はガロローマ時代にカンダトムとラテン語化され、その後14世紀にコンデとなった。フランス革命時代、当局の要請及び革命歴に年版で見える25日のデクレにより、フランスの多くのコミューンと同様に封建的、または宗教的な意味合いを持つ地名。コンダはノールリーブルとされ、八百十八年十月八日の でくれまでその名であった。現在のコンデシュルレスコーとなったのは1886年である。フラマン語ではコンデ、A、D シャルダとなる。ケルト時代のコンデシュルレスコーはガリアベルギカに属し、この地に定住したのはネルビィー族、その後軍の駐屯地を設置したローマ人であった。民族移動時代にフランク族が定住し、7世紀、この地域に、西 バズノンがキリスト教を伝えた。聖ー、バズノンは教区教会の守護聖人となっている。教会参事会はすぐそばにあり、今で修道院の講演のもとにあった。封建的な権力を持つ人物を提供する、この教会参事会の起源は考古学的発掘によって証明されるようにメロビング町時代に遡る。2世紀後。 バイキングは855年に初めて姿を現し、880年代に一時的に定住した。シグフレードとモドーフレートの二人の狩領たちの指揮下でエスコー川を登り、彼らは要塞を占領して、要塞の方がとも言える残酷を巡らした駐屯地を作った。885年に彼らは追い払われたが、889年に、 決定的に追放されるまで彼らは姿を現した。この町を手に入れようと勢力が争い、1477年、フランス王ルイい11世軍、そしてジャック・ファン・アルトフェルト率いるフランドル軍に交互に占領された。コンデリー・シュジャン・ドラ・アマイドは1415年のアジャンクールの戦いで戦死している。1654年、スペイン人たちが近代化の時代を始め、 これは1655年にフランス軍に占領されて中断したが、翌年にスペイン支配が復活した。スペイン人たちは道を舗装し、高度な防御能力を構築した。4カ所の強力な両方によって、彼らは北西の前線を防御した。1676年、ルイ14世軍が町を包囲し、1678年の内命編の和訳によって、 フランスに併合された。ザクセンコーブルクイコールザールフェルトコーフランツ率いるオーストリア軍が92日間の封鎖の後、町を占領した。町がオーストリア軍から解放されたのは1794年9月3日、シェレール将軍によってである。ナポレオンの帝政が崩壊した1815年、町は同盟国の手に落ちた。 3年後の1818 18年まで同盟国軍は去らなかった。1878年、デシェンコー・フリードリヒはエルミタージュ上官においてイザベラ・フォン・クロイと結婚した。1901年、コンデシュル・レスコーは軍事拠点としての称号を失った。国が1923年に要塞の解体を許可した。第一次世界大戦前夜の1914年7月。 反戦集会がフランス、ベルギー、ドイツの社会主義政党の代表者たちを集めて開催された。ドイツ代表の一人はカール・リープ・プクネヒトであった。第二次世界大戦中、町は1940年から1944年までドイツに占領され、炭鉱とその労働者たちを搾取した。最終的に閉鎖される1989年まで、 ルドゥ炭鉱で石炭が採掘され、男性の主たる、雇用源となっていた。この場所は1991年に破棄された。2016年時点のコミューンの人口は9680人で、2011年、当時の人口より0.91%減少した参照元、1962年から1999年までは、複数コミューンに、 住所登録をする者の,の重複分を除いた者。それ以降は、当該コミューンの人口統計による者。1999年まで、イヘス、カシニー、2006年以降は NSEE。ありがとうございます。